スーパーマリオメーカー。今回は日本人最も、なんて言えばいいんだろうな。日本人で最も評価されているコースメーカーさん、コースを作って、おられるかな、笹江たまえさんの、ステージを遊んでいきたいと思います。一回クリアしましたが、ちょっと皆さんにもこれ見てもらいたいんで、これいきます。マルス絶対絶命。マルスってあのマルスかな？なのかな？ちょっとね、ドットになってるからね、自分もよくわかんないんだけど。おっと！結構ね、実況する余裕はないんだよね、正直。結構余裕はないんだよ。OK。まず1コスメクリア。結構ね、結構きつい、正直言うと。あ、食らった。いや、待って、ダメ。ぐわー、ここ、ほっとむぜ。ほっとにこれむぜ。一回クリアしたやつもよくクリアしたなって思うもん。冷静に見切っていかないといけないんでね、ここら辺はね。しゃがむとかっていうコマンドもしっかりと使いながらやんないとダメですね。はい、はい、はい。はい！オッケー。うわぁ。目が痛くなってくるわ、これ。最初ちょっと右目行かないとダメですね。怖い。あー、マジか。いひひひ、いひひ、冷静、素直、冷静、冷静、冷静、めん。あとちょっとだったのに。この一回食らってもいい状態で、この、できればね、進めたいんだけれども。まあ、とりあえず、ここはいいんだ。ここはいい、いい、よくないです。おう、よく耐えた。よく耐えた、今のは。神回避だったな。文字通り神回避だったな。ひょーいしょ！オッケー。こう。さあ、問題はここなんだよ。ここはちょっと右、ちょっと右に行っとかないとない。しゃがむ。二つ目が来るんで、これをうんとかしたいんだけど、神回避挟まれる！死ぬ！オッケー！ゴー！いや、ほんとに、目いて。無事クリアしました。二回目ですけど、よかったよかった。いや、これほんと難しいわ。マリオじゃないよね。マリオじゃないよね。コース ID はこちらですね。3814から始まるやつがそうです。では、次のポース行きましょうかね。全自動マリオカートだって。ちょっと見てみたいですね。マリカ好きなんで。全自動なんで、全自動なのになぜクリア率が 66% なのか、ちょっとおかしくないですか？大丈夫なのか？見てみましょう。何もしなくていいんだよ、全自動だから。ほら。すげえ、ピンポイントで。おお、すげえ。よく作ったな、これを。あ、テレサスルーしてんじゃん。あ、すごい、ギリギリ当たんないのね。おお、すげえ、すげえ、すげえ、なんか被ったし。おお、おお、すげえ。おお、もうなんでもありじゃん、こんな。うわ、すげえ。これ何？無敵状態？トゲ兵被るともう、頭の攻撃はすべて防げるのかな？まあ、ついでに、平行のあれは、この、メットの甲羅で、なんとかなるってことでしょ。はっはっは、パネー。すげえ、これ。これ、作ったってのがすごくないか？これ、人が作ったんだぜ。すごいよね。おう、おうおうおう。無限1アップ。あ、ドクロ降ってきた。おーで、ゴール。あ、リンク？落ちてた。すーげーな。いや、楽しかった。すげーな。これよく作ったな、ほんとに。ちょっと遊びたいんだけれども、あ、この恐怖のクッパ軍団とか、多分、ほら、クリア率 5% なんで、自分が操作できる感じのやつでしょう。
恐怖のクッパ軍団。では、やってまいりましょう。なるほど。ミュンインっていけるやつだよね、これね。あ、結構、きつい感じなんですね。これは、炎プクプク的な。これはむずそうだね。あ、あれが、キラーがくっついてくる感じか。待て。あ、しまった、速攻やられた。ほっ。結構、普通に、きついっす。普通にきついっす。普通にきつい。普通にきつい。高さ的にはあれ踏まないとダメなやつかな。取って、ここら辺ギュイーンと上上がる、クッパ上行く、うん。てっ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 て、空中浮遊ですね。おっと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 。おっと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 。このまま行っていいのかな、いいのかな、いいのかな。お、乗れまーす。このまま行きま、行きま、行きまーす。いいのかな、行きま、行きまーす。これ、これむずい。あ、なんかスターあった。でも、スター取った方が確実な気すんな。うん。はい。スターの方が確実な気するわ。ほ、ほ。ほ、ほ。お、いいんじゃない、いけてんじゃないの、どうなのロメイちゃん、あ、なるほど。あ、やべ、しまった、下見てなかった、ちゃんと。お、勝ったのか。でも、ポンってぶつかって、落ちる。ふふえ、これさ、クリアしたのかな、これ多分裏道みたいなやつを行っちゃったんだと思うんだよね、俺ね。ちょっともう一回やろうぜ。これ下からクリアできんのか？もう一回行きまーす。最初のあのトゲエリアどうやって突破するかな？だから最初のこうプクプクの時点で、炎プクプクの時点で結構やばいんだよね。あー、かわすタイミングは本当にわかんねえ。あ、もうここの時点でえぐいもんな。はい。いや、無理だね、無理だね。ちょっと無理だね。あ、むずい、ここ。やばいやばい。あ、ちゃちゃちゃ。無限使い、無限使い、無限使うけど、無限使うけど。ヒュイーン。ヒヒヒ。待ってね。あ、無理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 。無限、無限の力、無敵の力を利用していく。いく。よし。なんか、あ、でもここら辺に罰あるってことはみんなトライしたんだ。頑張ったな。これ心折れるだろう。で、ヒュイーンと言って一旦待った。ちょ、待って、なんか来てた、危ねえ。ひぃ、危ねえ、耐えてる。危ねえ。ゲソ、やばい。ゲソを倒す、ゲソ、ゲソ倒せねえ。一気に行きまーす。ドドドンドンドン。ギリまで耐えて、ギリまで耐えて。怖え。いや、危ねえ。神回避があった。神回避があったけれども。うわ、なんか出てきた。これ、ストレートに行ってクリアした人いるのかどうか知りたいよね。ここで行きまーす。ビャッとボブル。ビャッとボブル。危ねえ。ふっ、ジャンプ。ふっ、ゲソさん、ゲソパイセン。うわ、これ、プクプク地獄。あ、でもなんかそこ道できてるじゃん、よく見たら。取りまーす。これ、本当にクリア率 5%? あ、そっか。上のクリアがあるから 5% なんだ。実際のとここれ下でクリアしてって言われたら 0% 切るんじゃない？マイナスとかいきそう。ないか、そんなパーセンテージは。どん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 、一回待って、こう。いやー、それかわせんのか。ひー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 。ファイアーボールが厄介な感じ。どう壊れてってんのこれ。あれがわかんないんだけど。あ、そういうことか。クッパたちが吐くこのファイアーボールが当たって壊れてるんだ。どうせ被弾するんだったら待つ必要ねえじゃん、思った。あのゲソが、積みゲソ、積みゲソじゃない、これ、積みゲソじゃない。ひーですよね。弊害の方が多いな。なんかすごい精神がえぐられてくる、これ。
えぐられる。アイワナよりむずいよな、これ絶対。積みー。舞う、舞う、舞う。オッケー。あー、舞っちゃった、舞っちゃった、舞っちゃったよねー。ですよねー。ファイヤーボールがえぐい。えぐいボール、えぐいボール、えぐいボール、えぐいボール。それは無理だわな。えぐいボールのせいで、道なくなってたじゃん、今。いけそうでいけないんだよな。怖い。ギリギリ、ギリギリライン、ギリギリライン、ギリギリライン。なんでヒップドロップなんですか？だけど、ギリギリまで待って、ギリまで待って、ギリまで踏まれた。ペシャンコです。精神的にも。はい。はい。行くよ。行くよ。行っちゃうよ、俺。行っちゃうよ。舞うよ。はい、はい。はい、待った。待ってくらいました。はい、踏まれました。さようなら。心がえぐられるゲームである。マリオってこんなに心がえぐられるゲームだったっけ？もっとなんか楽しめるやつなんじゃなかったっけ？これって。いった。ギリまで待って行くしかない時に、もう行く。もう行く！いや、罪だろ、罪だろ、お兄さん、罪ですよ、ぷくぷくパイセンが罪ですよ、ほんとに。あと何回かやって。ダメそうだった、もう諦めるわ。あー、積んだ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 。はい、積みました。はい、さようなら。いや、意外と積んでない。いや、でもそこで積む。積む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 、意外となんとかなって、はい、ボブルさん早く出てきて。ヒヒヒヒヒヒ。もうむしろ当たっていこう、全力で。ギリギリまで待って、ぷくぷくく、ギャース、ギース。いっちゃっていい？ボブル戦？ボブルパイ戦？待って待って待って、ぷくぷく来てる、ぷくぷく来てる。無理だよ、そのゲソ。きついなぁ、ここだ。にゃーすげぇ、のぶといにゃーっていう言葉出しちゃったわ。あ、これ大丈夫かな？ゲソパイセン。いやー、居残りファイヤーボール。ちゃんと宿題はやりましょうよ。ゲソパイセン、ゲソパイセン、ゲソパイセン。どうなってる？どうなってる？どうなってる？うわ、あーでも、なんか、いけそう、いけそうなんだけど、ここ、無理かー。ちょっとなー、いけそうだったんだけどな。久しぶりにあのラインまで行けたのに、もう声が変な感じになってきてる。これはもう、諦めろという啓示か？啓示なのか？もうやめといた方がいいよっていう啓示な気がすんな。ギリ待って。それ無理！にゃー！ ああ、なんだ、ピタゴラスイッチはやめようぜ。これマリオだから。これストレートにクリアした人いたら、ちょっとコメント欄よろです。コメント欄よろです。待ってます。多分無理だ、これ。いくらやっても多分無理だわ、これ。おー、なんかでっかい状態でいけた！いけた！なんかいけた、ピタゴラスイッチ！にぃ！無理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 。あ、でもなんか、一回左しても、オッケー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 、パイセン！どどどど、来た来たなぁ！惜しいじゃん！一番辛いやつ、今のは。妙な、その、期待をしてしまった。いけるんじゃないかっていう期待をしてしまった、今ので。素直に待ちまーす。待ちまーす。さっ、けい。はい。はい。あー、惜しいな。あー、これやばいかも。やばいかも、やばいかも、やばいかも、やばいかも。けい。ひっ！ OK？ はい、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。耐え忍べ！耐え忍んだ！耐え忍んだ！耐え忍ぶ戦いをしよう。耐え忍ぶ戦い、忍びとは耐え忍ぶ。耐え忍ぶ。耐え忍ぶものであるとジライア先生は言って、なんでゲソパイセンの仕事の量が尋常じゃない？もう、あ、でもなんか、結果オーライな感じになってるかも。これはもう被弾覚悟で行く。被弾覚悟で行く。行く、行く、行くよ。あ、オッケー、倒した、倒した、倒した。まだある、まだある、ワンチャンある、ワンチャンある。これどこに行けばいい？
冷静に見よう。冷静に。冷静に多分これは上だな。このバブルが、右バブルが出てきたら行くんだ。なんで、どっから、なんかここで耐えてたら結構道が空いてたんだが。はい、はい。この、こいつをしっかり潰して、あーダメだった。これ、流れで行こう、流れで行こう。流れで行けませんでした。危ねえ。氷岡一貫。冷静に流れを見よう。流れを見よう。ここだな。ここだな。よし、オッケー。で、メットが落ちてきまーす。ひひひ、そっちに来んのか、今度は。道が確保されていく。ゲソはスルーして大丈夫なんだ。そんなことなかった。ゲソがいい仕事してんな、また。あ、これ死ぬ！危ねえ。今度死ぬパターンがあった。来るぞ。メットが来るぞ。かわすぞ。で、これ出るんだけども、ふわふわ浮いてるだけ。無理これは無理だな。当たってないのか。ここだ！なあ！諦めよう！うん、もう無理だな。やめよう。これは多分、ダメだ。多分一生クリアできないな、このままじゃ。あーなんかいいとこまで行けたのになー。これ、下ルートでクリアできた方いたら、ぜひコメント欄に。待ってね。これさ、上ルート行ったじゃん？ビャーンで。で、矢印が下に向いてるところってどうなってる？あれ。あの後俺どうしたっけ？右まで行ったのどうやったっけ？で、ここは無理だよねって話になって、こうなったわけじゃん？で、ここに降りれたとしましょう。降りれたとしましょう。で、こうなるわけだよね。で、みんな食らうわけじゃん。はいはい。で、これに上がるわけか。んで、上がって上がって、上がって、あ、俺、あとちょっとだったんだな。で、ここで出てきて、ビャンと行くわけだ。え、俺、あとちょっとだったんじゃん、クリアまで。うわ、マジか。うわでも、その、あとちょっとが、あとちょっとなんだよな。うん。終わりましょう。疲れた。疲れたわ。では、ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。